はい、キャプテン浩二です、本日ね、2回目のたこ焼き挑戦でございます。今ね、たこ焼き開始からね8分14秒になりまして、そしてそろそろね、たこ焼きをね今から回してみます。はい、よろしくお願いします。今回はね、ちょっとね、タコのね、入ってる穴がね、ちょっとわからなかったので、前回はね、今回はね、ある程度分かってきておりますので、ちょっと回していきます。弱火にしましてね、弱火にしました。ちょっと時間かかりますのでね、回転させるのでね。で、2回目ですので、タコがね、ついてると思いますので、ああいい感じですね。いい感じでぐるっと回りましたね。はい、1個目成功です。2個目いきます。そしてね、火がね、強いところとね弱いところあるんでね、火のね当たりがね。それもちょっと考えながらやっておりますが、まあ弱火にしてるんでね、ちょっと時間かけて回してもいいと思います。ちょっとね、手際がねあまり良くないんでね。はい、ああいい感じですね。はい、YouTube のね、プロのね、師匠にね、教わってですね、おりますので、いい感じでできております。はい、3個目いきます。まずね、こうやってね、回すところを切ってね、で、中に入れときます。はい。こう両手のね、この針っていうか、これ何て言うかな、これ金串ですね。金串両手で使い方もわからないんですけども、とりあえずぐるっとね1回転じゃない、180度ね回転させてやればいいということですね。ちょっとこ黒くなってますけどね、ちょっとね、今回はね、最初に強火でねやっておりますので、ここまで強火でやっておりましたので、ちょっと黒くなっておりますけれども、一気にねやっていきます。嬉しいですね。先ほどと違ってね、ちょっとね余裕が出てきました。余裕が出てきましたので、タコ返すのでもね、そしてね、こうちょっとね、この真ん中がねうまく焼けてないような感じですので、これもうちょっと待っておきましょうかね。どうだろう、あ、帰りますね。あ、真ん中も大丈夫ですね。おお、いい感じで、たこ焼きみたい、本場たこ焼きですね。素人とは思えないタコがちゃんとできております。嬉しい。あとはこうやってね、はみ出た部分は中に入れてね回転させていくんで、あとでね、あ、いい感じでございます。ちょっとね、あんまり火力がね強すぎたらね、ちょっと黒くなるんで、その辺ちょっとね最初注意ですよね。はい、どんどん行きますね。ほたらね、どんどん回転させていきます。あ、いい感じやな、嬉しいな。でね、このねタコのね外周をねちょっとね切って、そし
て、この鉄のね、たこ焼き器はこれいいですね。なるほどね。はい、こうやってね、外周を切ったら、ちょっと腰を中に刺してね。はい、回りました。回っております。もう十分いい感じで焼けております。はい。あ、嬉しいな。たこ焼きの本当ね、プロが作ってるたこ焼きみたいに本当に なりましたね。はい、こっちもこうたこ焼きのね、外周を中心にね集めるような感じで、ちょっと外側焦げておりますけどね、ほんのりこれでね、ああいい感じで動いております。先ほどと違いますね。タコがね、タコの外周がカリッとねしてるような感じですね。これ嬉しいな。ちょっと時々ね、最初にあれしたやつをちょっと回しながらやりましょうかね。焦げるとまずいんで、これでタコの外周に針というか、これを千枚通しをちょっと入れて、千枚通しっていうのかな、これたこ焼きの。はい、こっちもやります。ちょっとね、手際よくやらないとね焦げてしまうんで、時間との勝負でもありますが、はい、こんな感じで感じね。はい、一応ね弱火にしてるんですけどね、弱火にしてるんですけど、ちょっと心配です。 かなり焦げております。はい、またタコ切ってね、タコの外周をちょっと中に入れます。そして回します。壁についてるかな。ちょっとねこびりつくと思うんでね、ちょっと遅いのでね、僕ね手際悪いので、ちょっとだけオイルをね入れときます。このたこ焼き器の外周からね、外周からこう垂らせば、オイルを垂らしときます。よし、いい感じでね、銀だこみたいなね感じですかね。はい、回り、もうすんなり回るな。すんなり回ります。たこ焼きがねすんなり回っていい感じです。これやっぱ初心者はね、油をね少し垂らした方がいいかもしれないな、後からね。どうだろう、わかりませんけども、こびりつかないようにね。はい、こっちもまだ残ってるんで、早く混ぜましょう、早く。これは本当慣れが必要ですわな。慣れないとこれはできませんね。ちょっとね、ゆっくりやってもいいんだけどね。慣れたら本当早くなると思います。先ほどは今17分だからね、先ほど遅かったね、先ほどゆっくり34分ぐらいかかってますけどね、先ほどの動画はね。今この時点で、17分ですので、そしてタコがね簡単に回るんですね。はい、よし、はい。そしたらね、油をね今
また追加しましょう。はい、あんまり入れたらダメかもしれないけどね、ちょっとアップしますね。この感じでいい感じになっております。たこ焼き2日目、たこ焼き挑戦2日目の素人が作った たこ焼きとは思えないほど、今回ちょっとまたね勉強になりましたね。勉強しました。ちょっと焦げついてるかな、まだついてるかな、これね。ある程度ね、熱くてもね、焦げつかないんです。焦げつかないというか、焦げつかないと思うんですけども、ね、千枚同士を入れて、柔らかいと柔らかいとちょっと回しにくいかな。これでね、千枚通しでね、この外周から中にこうやって入れて、でタコがねぐるっとね回れば OK ですね。回ればもうあと少しずつね黒くなっていきますので、ちょっとこびりついてるかな、ちょっと遅すぎたな。あ、これはちょっと黒くなってますね。これ手際よくね、ついてますので、手際よくね、こまめにね、こまめに回していかないとダメみたいですね。時間こまめにね、あ、ちょっとこびりついてるかな、下の方にね、一番下に油が溜まってるので、こうやってぐるぐる回してね、まあ楽しいですよね。はい、あ、これはこれはちょっとこびりついてるかな。はい、いいですね。はい、こんな感じでね回していきます。あとはもう回すだけやね、くる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 。あ、いい感じやな。あら、ちょっと取れましたね。はい、うん、いい感じやね。あ、膨らんできました。膨らんでね、
中からね、蒸気がね、出てきております。こんな感じでね、見えますかね。ここまで来たらね、もういいと思います。はい、できました。あとは柔らかいな、柔らかい。あともうちょっと回してね、終わりにしましょう。あ、先ほどね、あのタコがね、あの中身がね、あの破けて、出たやつがまたくっついてます。びっくり。なんかお餅みたいですね。お餅がね、柔らかくなってね、外のカリカリがね、破けてね、出てくるみたいな感じで、丁寧に丁寧にね、やっていきたい。商売やないのでね、自分で食べるんでね、こうやって丁寧に丁寧にやっていければいいかなと思いますね。油もね、あんまりね、使いすぎたらダメなんで、できるだけね、少なめにね、はい、全部ね、こんな感じでもう回りますね。こんな感じでくる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 回ります。はい、あー美味しそうやな。食レポしますんでね、この後ね、ちょっとね、入れ替えます。これがちょっと火が通ってないみたいなんで、こうやって入れ替えて、入れ替えれば、全体的にね、はい、ちょっとね、使い方、僕、千枚通しの使い方ね、2つ手でね、使い方わからなかったんですけども、見よう見まねでね、こんな感じでね、回すことはできますね。こうやってね、両方でね、こうやって、わかりますかね。すぐに、やっぱりね、YouTube を見てるんで、覚えますね、使い方。ある程度こうやってね、こうやって回すんで、出来上がったら、もう出来上がったらというか、タコをね、回して楽しいな、楽しいな。これ自分で作ってみてください、皆さんも。今ね、美味しいね、たこ焼きのね、粉がね、いっぱいね、安くね、手に入りますので、天かすと生姜だけでも美味しいと思います。天かす、生姜、ネギね、今それで、あとタコね、タコ入れて作っておりますけれども、こんなにうまくいくとは思わなかった。はい、はい、それではね、また今何分かな、今ね、26分なので、30分切りましたね。先ほどよりも、8分ぐらい早いかな、7分ぐらい早いな。嬉しいね、どんどん時間短縮してね、これ1個もう10分ぐらいで作れると嬉しいんだけどね。はい、できましたので、こうやってタコを皿に持って食べます。お腹はもうペコペコです。今日ね、昼食べてないんでね。あ、こんな感じでね、ふっくらとね、中のね、タコのね、エクスがね、出ております。そしてね、ちょっとね、あれですね、市販のね、粉のたこ焼き粉の裏に書いてるレシピは、粉がね、1に対して水が3になってますけども、それよりもね、若干多めに入れた方がいいかもしれませんね。はい、こんな感じでございます。はい、ありがとうございます。ね、あ、ちょっと待ってね、これが棒になってる。
はい、ありがとうございます。この後ね、実食します。うまくできました。本当にね、こんなにうまくできるとは思わなかったね。そしてね、油がね、ある程度飛び散るのでね、新聞紙とかね、キッチンペーパー引いてね、油は飛び散らないけど、やっぱりね、汚れますのでね、この周りね、キッチンペーパー引いてやれば、うまくできると思います。これ何もやったかな。これね、僕ね、仕入れたんですよね、これ、ホームセンターかどっかでね、ディスカウントショップかね、500円ぐらいで仕入れたと思います。これ使いますね。で、カセットボンベもね、岩谷じゃなくてね、安いの3本売っておりますので、ディスカウントショップにね、それでもう十分だと思います。そして、カセットのあれに、これにね、バッチリね、はまります。こんな感じでね、バッチリはまりますんで、水平になりますんでね、液がね、こうやって傾いたりしないので、まっすぐなりますので、全体的に液が行き渡ると。そして今現代のね、僕のね、作り方のコツですけども、先ほど言いました、まあ最高4対1ね、粉1に対して水が4で作って、そしてこうやってペットボトルにね、入れて作るときにこうやってね、振ったらね、全体回りますのでね、これがいいと思います。まあ足りなければ、2個用意してね、2個用意すれば十分できると思います。そしてオイルですね、オイルがこんな感じになっております。サラダオイル、大豆のね、サラダオイルね。そして青のりがね、これも今日ね、ダイソーで100均で、買ってきました、青のり。そしてこれが100円ですかね、トライアルで100円で買えます。そして家でね、栽培してるネギですね、万能ネギかな、ネギを入れております。そして、天かすと、これが紅生姜ですね、紅生姜僕好きなんで紅生姜入れております。そして天かすですね、こんな感じで小分けにしてね、すぐ使えるようにね、こういう小さいタッパにね、入れてね、やっております。はい、それではね、もう30分になりましたので、この辺で終わりたいと思います。作り始めから30分ね、途中からね、動画撮りましたんでね。はい、それでは次の動画で食レポしますので、よろしくお願いいたします。楽しいですね。はいはい、それでは、動画1位締めます。ご視聴ありがとうございました。